ライオンはトゥルー、あなたは信じる、千葉だに転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもクッキーでーす。アンバサダーの東江です。はい、新年早々ですね、皆さんたくさんの再生ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんと僕たちは一発目の撮影なんですよね、新年ね。そうなんです。はい、だからとっておきのネタを用意してくれているということ。はい、皆さんにお年玉級のネタをお渡ししたいと思います。何ですか？目の能力者には必ず悲しい過去がある。どういうことですか？まあ、ということでですね、はい、これ大人気目シリーズの法則編ですね。これシリーズあったの？あったんですよ、あの右目左目の法則とか。 あったあった。そう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 、うん、で今ちょっとこれ見えてるかな、小池さん頭で隠れてるんだけど、ここ見て、ほら見て、伏線が仕込まれてたよな、実はこれ。あ、これ目、これなんていう目なのやったっけ、これ。これあのプロビデンスの目っていう、うんうん、まあ、イルミナティ的なフリーメイソン的な神の全能の目みたいなやつなんですよ、うんうんうん、で、まあ、というようにこの目っていうのは、まあ、言葉自体にも、うんうん、目は口ほどに物を言うみたいな言葉もあるわけじゃないですか、うん、確かにね。そう、これすごいね、やっぱりね、パワーを持ってる場所なわけなんですよ、うんうん、で、この目の能力者っていうのがやっぱ最近もね、昔も出続けてるわけじゃないですか、うん、まあ、確かにな、どんなジャンルでも目に関する能力あるよね。そう、あります、うん、ただ、じゃあこの目の能力者は必ずと言っていいほど悲しい過去を持っていることが多いんですよね、うん、え、そうなの？はい、まあ、ということで今日はその説を検証していこうと思います、うん、なるほどね。はい、一人目はまず五条悟、領域展開ですね。俺まだあのアニメの1話しか見てないんですけど、あれ五条先生映ってなかったっけ今、あの目隠しされてる状態だから目が、あ、そう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 、ちょっと待って、呪術高専に所属する大丈夫先生です、大丈夫、ネタバレ大丈夫あの一応1個は見られて、小池さん出演大丈夫って言ってたんで、じゃあもう信用して聞くね、はい、スタッフチェック入ってるんで、はい、なるほど。で、あの僕最強だからっていうことを言ってる、言ってるね、タイプで、まあ実際にもうめちゃくちゃ強い先生なわけなんですよ。確かにあの鬼化した主人公めっちゃ避けてたよ。そう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 、まあどれぐらい強いかって言われたら、まあ世界にね、その4人しかいないって言われてる特級術師の一人でもありますし、ちょっと待って、4人しかいないってどういうこと？だからワンピースでいう4校みたいな存在でもあるわけなんですよね。そんな強い、もうめちゃくちゃ強い、その中でもさらに飛び抜けて強いんですよ、うん、もう敵側もまずこの五条をどうにかしないともうどうしようもないっていうぐらい、うん、もう必中的にどうしようもない最強のやつなんですね。へえ、こいつがなんで強いかっていうと、これ実は目に秘密があるんですよ、うんうん、これ目、陸眼っていう目を持っとるんですよね。ちょ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 、あの僕が知らない情報が今舞い込んできたんですけど、今どういうことですか？で、これ無限を操る無加減呪術を持っていると。だからこの無加減呪術と陸眼の組み合わせが超強いんですよ。この組み合わせって前ってもうそれこそ300年とか500年前に確か生まれとって、だからもうほんと奇跡のような強さを持っている存在なんですよね。続々と情報がでですね、はい、こんな五条の悲しい過去なんですけど、ちょっと待って、まだ追記されるのに五条悟の悲しい過去は親友との決別。え、なに、かかし先生みたいなもん？あ、ちょっとあんまかかし先生について詳しくやっといてほしいんだけど、なんでなんで、え、パラッと出てくる？そう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 、高専時代、まあだから自分も学生だった時から、あ、今先生やもんな。そう、うん、あのフレンズがおったわけなんですよ、すごい仲のいいね。別に英語で言わんでいいよ。そうで、これゲトーっていうやつやってるんですけど、うんうん、まあお互いに実力を認め合っていて、うんうん、まあすごい仲も良くて、またお互い高め合っていたね、強い信頼に結ばれる2人だったんですよ、うん、まあ、ところがですね、うん、ゲトーはですね、まあこの人々のために戦っても、まあ、報われることなく死んでいく呪術師、うん、でそんな呪術師を化け物扱いする非呪術師に対して、まあ、ギャップを覚えてしまったんですよね。ああ、ちょっと闇落ち仕掛けてんの。そう、なんで俺らがこんなことをしてしまうんだと。もうだから潜水が黒の章を見て霊外探偵を嫌になったのと同じ理屈なんですよ。いや全くその通りやな今回。いやそうだよ、全くその例えの通りや正義感が強い人間ほどギャップで闇落ちするパターンあるもんな。そう、うん、がゆえにこのゲトーはもう大反逆を起こしてしまうんですよね。敵側になる。そう、クリスマスにですね、はい、大規模呪術テロ百鬼夜行を起こしまして、百鬼夜行、そう、新宿と京都にもう妖怪いっぱい連れてきて、うん、落とそうとするわけなんですよ。でそれを最終的には五条悟が止めるんですけど、うん、そのゲトーを最後殺すのはこの五条悟だったんですよね。そら悲しいよ、友を な自分の手で殺めるってことでしょ。そう、うん、だからもう非常に悲しいと。なるほどね。でこれやっぱ友の死と言ったら、やっぱこの先生も欠かせないんですよね、うん、畑かかし。あ、さっき言うてもらった。そう、これもね、目の能力者なんですよ。コピー忍者のかかしと言われていまして、ってね、まあ、噂には1000個ぐらい、まあ、忍術使えるらしいのよ。うんうん。そう。で、シャリンガンをね、実は持っているという。そう、なぜかね、内派一族じゃないけど。そうそうそう。どういうことなみたいな、最初ね。で、まあ、このシャリンガンのこの能力、どこで手に入れたかっていうと、うん、まあ、やっぱり内派一族のやつからもらっとったんよね。うんうんうん、そう、まあ、こいつもね、フレンズがいまして、オビトとリンっていう、ね。なんで英語なん
オビトとリンっていう、まあ、マイフレンドたちがいたわけなんですよ。スリーマンセルのチームやからね。そうで、だからナルトで言ったら、まあ、サクラとサスケを同時に亡くしてしまうような出来事、うん、事故が起こりまして、はい、このオビトが死ぬ間際にちょっとシャリンガンだけでも受け継いでやということで、そこの結果シャリンガンを手に入れたんですけど、うん、まあ、これ手に入れた時点ではやっぱ相当暗い過去になってしまったんですよね。確かにな、はい、うん、まあ、最初ね、もう本当遅刻してくるほんまだらしない社会不適合者の大人やなと思っとったんやけど、うんうん、墓参り行っとったんかみたいな感じで、あのなんか世間的には許された空気になってるけど、遅刻してることには変わらんからダメだと思うんですよね。でも俺はね、あの時のオビトが言ったセリフをちゃんとカカシ先生も未だに使ってる名言がいいやん。仲間のやつね。そう、ちょっと言ってもらっていいですか。クソが仲間がみたいなやつで。それ以上のね。そう合ってるやろ、ニュアンスは。それ以上のクズだよね。あ、そう、クズか。あ、そう、クソだってちょっと聞かないからね。ちょっと訂正しますね。はい、はい、でですね、実はこのシャリンガンというのは本当悲劇の一族を生みやすいね、あの決定限界でして、このウチハイたちもね、あの非常に悲しい過去を持ってるんですよね。そう、しかもそれもコノハとかサスケを守るためなんだけどね。そう、あえてこのヒール役をこうやって。そう、まあこのイタチはですね、もう7歳でアカデミー卒業して13歳でコノハの特殊部隊隊長を務めるっていう、すごいよ、超エリート忍者なんですよ。まあ、うち配置族の中でももうほんと飛び抜けて優秀で、シャリンガンも使えるしで、まあ、万華鏡シャリンガンを持っとるっていうことが最初話題になったんですよね。でこれはもうほんま仲良かったやつ殺さなあかんねんみたいなことを言われとって、だから一族全員殺したったんやで、ははみたいな、復讐するなら来いよみたいな。いや、じゃあ母って何、そのミキマスみたいな、なんかそういうあの感じやったわけじゃないですか。そういう感じだった。そう、うん、でも実はこれイタチはウチハ一族が、まあ、里に対してクーデターするんちゃうんかみたいな、だからそれを止めるためにちょっとすまんがイタチ、お前ウチハ殺してくれやみたいなことを、まあ、上層部に言われまして、あとあとわかんない、それが。で弟をね、だからサスケのことをすごい守りたかったんですよ、はいはい、でもだから俺はサスケに恨まれてもいいから、なんだかサスケを守りたいと、うん、そういったことでイタチは一族を皆殺しにしたわけなんですよ。そうです。そう、もうこの時点でもうめちゃくちゃ悲しいよね。だって最愛の弟にもうすごい恨まれて、うん、で木の葉のこともめちゃくちゃ大好きやのに、もうなんか暁みたいなところに行かなあかんし、うん、もう困ったんだみたいなことになったわけなんですよ。そう、親殺すってどないな。そう、ま、っていう悲しい過去を背負ってまでサスケのことを守ったのに、うん、サスケも闇落ちしてまうっていうね。そう、思いちょっと届かなかったのがあるなんですよ、なんか。そうやね、最後なんか悪い負の部分が意思が残っちゃった感じやもんね。サスケもイタチもなんかもうちょいコミュニケーション取ったら、うん、もうちょいなんとかなったんちゃうんかなって思うんやけど、アンジャッシュのコントみたいな感じで進行するから。そうやね、うん、まあ、ということで続いてはサスケなんですけど、はい、まあ、こいつもですね、まあ、シャリンガンも使えるしリンネガンも使えるっていう強いよ、超目の能力者なんですけど、超目の能力者。まあサスケは、まあ、みんな知ってるんやけど、あの一族を皆殺しにされとって、ナルトと出会った頃から俺は復讐をするんだみたいなことにすごい取りつかれとったんですよね。一時はそのナルトの心意気とか生き様とかを見て、でカカシ先生もうまくね、そのサスケのことをなだめとって、サスケもこの葉の忍びとして成長していくんかなと思っとったんやけど、まあ、ちょっとナルトの成長に焦ってもうたからね。そうそう、ナルトがね、すっげえ落ちこぼれから急上昇したんでね。そう、その時になんかちょっとなんでやねんみたいな、あいつが。そう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 、でまあさくらぐらいの言葉やったらね、全然届くこともなく誘っててしまって、いやもうびっくりしましたね、あのサスケ奪還編は。あー、びっくりしたね。そう、だって奪還編言うとるんやから帰ってくるんやろうと思っとったら、しかもね、お前ってなね。そうそう、鹿丸とかもいたしさ、そう、総出でやって、そう、これは元に戻ってきて大団円と思ったじゃん。そうやね、なんか順位刻み込まれてね、あの状態にサスケとかいうクソダサいサスケにさせられて、そう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 、でやっとオロチマルのところ抜けたと思ったら、俺たちはこれからヘビを出し鷹と名乗るとかいう、あれなんかそういうことじゃないんやけど、ほんま好きやな。黒歴史がいっぱいあるんで、はいはい、それも含めて悲しい過去だなと思うんですよね、うん、なるほどね。僕はサスケが一番好きなんですけど、ちょっと待って、なんでこのさ、ウチハ一族にこんな時間ウチハまとめじゃないの。もう10分ウチハ喋ってる。じゃあ続きまして、まだあるんやんな。ルルーシュです、ルルーシュ、はいはいはい、ルルーシュビブリタニアが命じるですよ。これはあれでしょ、東亜くん一番好きなアニメなんですね。そう、一番好きなアニメのコードギアスなんですけど、はい、新作発表されて、はいはい、そうね、のやつなんですけども、うんうん、このルルーシュはですね、絶対遵守のギアスっていう、まあ、目の能力を持ってるわけなんですよ。へー、まあ、何かっていうと、まあ、これ命じるっつって、じゃあ宿題やっといてって言ったら、そいつ宿題やってくるようになるんですよ。めっちゃすごいよ。めちゃくちゃ強い、だから超強力な催眠術みたいなものを
持っとるんですよ。チートやの。いや、チート、まあ、ただし一人一回しかかけられないっていうね。一人一回え、一生のうちに。そう、だからコイッキーさんにも一回しかかけられへんし、スタッフのイクにも一回しかかけられへん。だからコイッキーさんに一回、じゃあ今日一人で動画撮っといてっつったら、うん、明日以降はもう一生かけられへんから。え、じゃあもう一生動画撮っといてって言ったらいいよ。いける、これいけるんすよ。ああ、知力が求められるね。そう、知力が求められる。なるほどなるほど。これ一日一回一本動画を撮ってくれって言ったらその通りやってくれるのよ、毎日。なるほどね。そう、まあ、というような能力があって、こいつはですね、実は主人公で王子だったんですよね、もともと。あ、そうなんだ。そう、ただ、あの、子供の頃にその母親を目の前で殺されて、まあ、妹の視力奪われて、全て奪われて、まあ、日本に亡命してきとるわみたいな感じなんですよ。そういう過去なんだ。そう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 、まあ、そういう過去で、だからもうすごいその王族に対してめちゃくちゃ怒っとるんですよね。そう、怒やろ。そう、自分の幸せだった生活を奪われて、うんうんうん、という悲しい過去がありました。なるほど。まあ、ちなみにギアスロンはね、あの、基本的にみんな目の能力なんで、わりかしみんな悲しい過去を持ってたりします。なるほどね。はい。で、続いてですね、うんうん、クラピカ。日の目。日の目。はいはい。エンペラーアイですね。はいはい、懐かしい。え？それはアカシアって突っ込まない。あ、アカシアン。そう、エンペラータイムですからね。普通に言われたら全然気づかないよ。まあ、ええ感じに目赤くなるやつなんよ、うん、あ、で、こちらはあのね、あの、それをフィギュア化しようとして失敗して、ええ感じに赤くなってるクラピカさんね。はいはいはい。なんやけど、まあ、これはですね、すごい悲しい過去がありまして、あの、幻影旅団にね、殺されとるのよ、友達たちを。あの、クルタ族なんですね。そう、あの、フレンズたちを幻影旅団にやられてまして、うん、まあ、フレンズだけじゃなくて、多分ファミリーもやられたと思うのよね。うん、まあ、なんでそうやられたかっていうと、この日の目は、実は闇市場では超高値で取引されてるんですよ。うん、そう、まあ、だから、ユキナみたいなもんよね。なんで有意白紙の例えなんですか。わかりづらくて。で、昼遺跡もほら、すごい高い価値であるから、うんうん、あれと同じように日の目もすごい価値があるもんなんよ。なるほど。そう。まあ、だから闇市場で取引されてるんで、うん、それを狙われたっていうことなんですよね。なるほどね。で、ラストなんですけど、うん、ヒエ。おぉ。まあ、これ邪眼ですね。うん、ヒエって、まあ、みんな中二病やなとか思ってたりとか。いや、いいんですよ。別にヒエを最後持ってくるのは。じゃあなんで、昼遺跡先出しても。邪眼の力を舐めちゃいけないです。その程度じゃ邪眼の力は衰えないです。あ、そうなん。はい。まあ、ということなんですけど、うん、こいつですね、実はね、そのなんか生まれた村が女しか産んだあかんねんみたいな村やったっけ。そうよ。そう、産む村やで、うん、でなんかその男の子生まれたから捨てようかみたいなんで、なんか空から捨てられたよね。そう、基本その女の子しか生まれない。そう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 。でもその外界の男と交わることで男が生まれちゃって、そう、もうそれがもう意味語だっていうことで、ね、もう捨てなきゃいけないってことで、空高いところに村があるんだけど、ポイってね、捨てちゃうんだよね。で、さよならバイバイということで、俺を捨てたあいつらを見返すぜということで、まあ、この邪眼を身につけるわけなんですけど、そう、そのね、二つ目的があってね、その村を発見するためっていうのと、妹を探すためっていうね。そうそう、うん、まあ、でも結局村見つけても何もせんかったから、結局はもうほんと捨てられたことが悲しかったんやな、で、そこからこじらしてしまったんやなっていうことが思うんですよね。はいはい。ちなみにこれがなぜ、まあ、黒力士かっていうと、最後に持ってくるのは弱いと思ったんですよ、悲しい過去があるっていうことに。とっては、うんうん、これは僕ね、やっぱりね、悲しい過去っていうのは作者すらもう葬ってしまった、こちら、この全身邪眼のね、この比叡さん、うんうん、皆さん知ってますかね。まあまあ初期の方の比叡はこんな感じだったかな。はい。え？終わりですけど。は？だからもう黒歴史になってしまったんだなっていう。え？だってもう出てこへんかったし、2回目以降、うん、そういうことでしたね。ということで、コイキーさんはどのキャラが一番印象深かったですか。あ、カカシかな、俺は。おー、うん、やっぱカカシはね、何段階にやっぱ伏線があったり、うんうん、もうどんどんカカシ先生が好きになるエピソード。まあそうですね、まあ、それ五条悟もそれに近いかなと思って、僕はもうこの後の呪術廻戦がもう楽しみでしょうがないんやけど、うん、大多数分かってしまったんで、もうまあまあ大丈夫ですよ、五条先生ももっと深みがある人なんで、うんうん、はい。なんかメインの過去を背負ったキャラ、なんかもっと探したらいそうじゃないですか。いると思いますね。まあ、ぜひまたコメントで教えてください。教えてください。まあ、ワンピースで言ったところね、ゾロも今単眼やし、うん、ちょっと謎やし、で、フジトラもね、自分で目を閉じたみたいなこと。そう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 。あ、でも僕あれだな、悲しい過去を持つその目に関するキャラだったら東京グールかな。おお。あれも単眼のやんか。そう、まあ、だからそういう法則があるということが無事検証できたんじゃないんでしょうか。なんか急になんか最後のなんか比叡を払拭するかみたいなかぶせて。それでは本日の鳥肌スコアは0-0-0。全然思い浮かばんかったや今。いやいや、0はほら邪眼っぽく見えるやん。はそれでは本日の鳥肌ポイントは、まあ人生いろいろですね。皆さんも過去も未来も大事にしていきましょう。それでは See you。 チャンネル登録してね。この空気でできると思う？
それでもやっぱりシェンテンアンチー